こんにちは。ご無沙汰してるんですけど、スニーカー、今回は当たったんじゃなくて、アンブッシュのあの、店舗が抽選しとったんで、それに当たったんですけど、これがあの、入る順番が、まあ、中間より後ろかな。で、自分のマイサイズが、買えなかったんですけど、残ってる分買いました。まあ、無理やり履いてるいうか、まあ、履いてみた感じは、別に履けるなっていう感じですね。ただ小指の方がちょっと当たってるんですけど、サイズがあの、まさかの、いつもの僕のサイズよりは、だいぶ低い26センチ。僕、ダンクのハイやったら、28センチにしてるんですよ、いつも。だから28買いたかったんですけど、なくて。27半もなくて。一番大きいやつでも26しかなかったんで、26購入しました。まあちょっと厳しいかなと思っとったんですけど、履いてみたら意外にちょっとなんていうんですかね。いけんことないかな。ただ長時間履くとちょっとやっぱ小指ら辺が痛くなるかなっていう感じ。で、つま先の方は思ってたより別にギリギリ当たるか当たらへんかぐらいですね。だから意外やなと思います。まあもともと28センチ履いてる時はつま先がだいぶあの間空いとったんですけど、このさすがに26センチのスニーカーやったらもうギリギリ当たってるぐらいかな、ちょっと。ただ無理して履こう思ったら履けるかなっていうぐらい。26半とか、27、27半、まあ、28。どうしても欲しいやつだったらもう26でも、26半でも行こう思ったらいけるかな。今までね、28は言うとったんですけど。あと僕のあの足のサイズね、つま先からかかとしか言うてなかったんですけど、今度ちょっと足回りとか、まぁ、ちょっともうちょっと細かいやつあの出そう思っとったんですけど、ちょっと今回靴がね、そもそも26なんで、次回、あの、ちゃんとした自分の足のサイズをお伝えしていこうと思ってるんで、今回はアンブッシュの26センチになります。まぁ、なんとか履けたんで良かったと思います。またスニーカー手に入ったら紹介したいと思うんで、では、また、さよなら。